ありがとんごちはんひこです。それでは今回なんですけども、圧倒的 PayPay ペペ、最近の PayPay ペペ情報や今後の PayPay ペペのサービスについて解説ということで、今回は PayPay ペペの振り返りや僕なりの考察、そして PayPay ペペの今後のサービスなどについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、PayPay ペペサービス開始から約10ヶ月間で、登録ユーザー数が1000万人に到達、加盟店は100万箇所、累計掲載回数が1億回を突破ということで、あまりよくわかんない数字ではあるんですけど、 けども、10ヶ月で1000万人ってすごいですよね。そして公式ページから引っ張ってきたこちらのグラフなんですけども、これも見ていただいてもやっぱ素晴らしいですね。まあ、こんな短期間でユーザーの増え方が尋常じゃないですよね。ちなみに僕は今年の3月の第2弾の100億円キャンペーンが使い始めたんですけども、それ以降もうまあ止まる勢いは全然ないなっていう感じですね。 そして、こちらは PayPay ペペで主に実施されたキャンペーンの一覧表ですね。まあ、見にくくで申し訳ないんですけども、まあ、現在開催中のキャンペーンも含まれていまして、僕はまあ、3月から使い始めたので、まあ、この中では、まあ、第2弾の100億円キャンペーンとか、6、7、8月のワクワク PayPay ペペ、 あとはリレーキャンペーンとかセブン銀行のキャンペーンとか使ってみた感じですかね。まあこれを見て改めて PayPay ペペがすごいなというふうに思ったのはですね、新しい機能やサービスが追加された時にいかにユーザーにその機能やサービスを利用してもらうための気づきの与え方っていうのが本当にお見事だなというふうに思いました。 まなのでキャンペーンの出し方が本当素晴らしいなというふうにも思ってますね。まあ、ここまで試行錯誤して、そして結果としてユーザー数が1000万人を超えたんだなというのはやっぱり納得しますね。まあ、主にその例としてですね、記憶に新しい3つほどのキャンペーンを僕の方でピックアップをさせていただきました。まず1つ目っていうのが第1弾、そして第2弾の100億円キャンペーンの場合だと、 まだスマホ決済をしたことがない方に対して、まあ、例えば20%の還元とか、ペイペイチャンスなどの特典をつけて、まあ、スマホ決済の楽しさや便利さを覚えることっていうのができましたよね。2番目っていうのがこの割り勘のキャンペーンなんですけど、もう割り勘で1万円もらえちゃうキャンペーンの場合は、 割割ををするこことととででちょっとした得点をもらえて割り勘の便利さに気がつくことがくきましたよ、ねまあ、3つ目のリレーキャンペーンの場合は、主に送金機能についてフォーカスをして、スマホ決済のアプリでも送金の簡単さに気づきを与えてくれたと思います。まあ、そして僕なりにまとめるとこんな感じかなと、まあ、入れてない部分もあると思うんですけども、100億円キャンペーンの場合だとスマホ決済の便利さ、そして割り勘キャンペーンだと割り勘の便利さ、リレーキャンペーンの場合は送金の便利さ、あとは、こちらですね、えー、セブン,銀行キャン,ペーン キャンペーンの時はセブン銀行 ATM でもチャージができますよということそしてセブンイレブン20%還元のキャンペーンの時はセブンイレブンでも PayPay ペペが利用可能になりましたよという感じですかね、まあ、人によって捉え方に関しては様々かと思いますが僕としたらこのような印象を受けましたねまあ本当ですねあの表現の仕方が間違ってたら申し訳ないんですけども僕も語彙力が低いので気づきの与え方そしてきっかけの作り方が本当に上手すぎますねもうなので PayPay ペペは手放さないです現時点では そして今後の PayPay ペペとしたらすでにご存知の方もいらっしゃると思うんですけども8月の8日ですねこの日から国内の124店舗でユニクロで対応そして今後は自由でも使えるということですね。あとはペーペーの振り間アプリ ペイペイフリマが出てくることであったりとか通販サイトのペイペイモールっていうのが10月からリリース予定という感じですねあと少しの前のニュースでもあったんですけどもペイペイ銀行とかペイペイ証券などのサービスも噂されてるということですねまだ分かってる情報っていうのは少ないんですけどもこれはもう増税後もペイペイの勢いは止まらないっていう感じかなというふうにも思ってますむしろですねペイペイもっと普及してって思っちゃうぐらいですまたペイペイに関するですね新しい情報などがあれば随時動画にしていこうと思います ま、そんなこんなでですね、まあ、今回は PayPay ペペユーザーが100万人を超えたということ、そして今後の PayPay ペペについてお伝えをさせていただきました。ぜひですね、今後の PayPay ペペについて思うことなどがあれば、下のコメント欄にぜひ書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。